ちょっとこっち向かってくるわ。お菓子から食べちゃう。ミルクが先よ。ここで元気で遊んでしまっているようです。野生では寒い地域に暮らすジャイアントパンダにとって、この日本の冬はとても過ごしやすい。
過ごしやすい季節です。冷たいものも大好きで、ひんやりとした氷の食感を、感覚を楽しむ、確かめるように抱きついたりして遊ぶことも行います。さあ、どうやら氷のケーキよりも飾りに、飾りがどうしても気になるようでして、一つずつ一つずつ氷の飾りを食べていっております。また結浜の後ろ側にございます赤いボールですが、実はこれ結浜が1歳のお誕生日に私たちスタッフからプレゼントしたものです。実はこの赤いボール、お母さんパンダ良浜も結浜のような小さい頃に大変大好きでしたボールでして、同じ型、同じ色のものを結浜にもプレゼントしましたところ、結浜も大変気に入って遊んでくれております。ロープに噛みついて遊んだり、またボールにアタックする姿もご覧いただけます。ぜひ今後も結浜の様子ご覧ください。また24日はお父さんパンダ永明とお母さんパンダ良浜へ、あさって25日は3歳の子供のパンダ結浜と、失礼いたしました、3歳の双子のパンダ桜浜と桃浜へクリスマスケーキのプレゼントを贈ります。他のパンダたちの反応もぜひお楽しみにお待ちください。以上をもちまして、ジャイアントパンダ結浜のクリスマスイベントを終了いたします。私たちはこれからも人と動物と自然との触れ合いをテーマに頑張っていきます。それでは皆様、この後もアドベンチャーワールドで素敵なひとときをお過ごしください。ありがとうございました。